ナラヤンガート・バラトプルは、ネパール東部のバグマティプラデー主州の、チトワン郡の郡と、2011年6月22日の人口は14万7777人で、国内5位。チトワン渓谷に位置し、かつてのナラヤンガートの町を含む、バラトプルは最も成長の早い都市の一つである、ナラヤニ川の岸に広がり、チトワン郡と、 中央ネパールの商業の中心地となっている。東西を結ぶマヘンドラハイウェイの中間と南北に結ぶカトマンズビールガンジ幹線道路の中間地点に位置する。 バラトップルからカトマンズまで 146km、ポカラまで 126km、ブトワルまで 114km、ビールガンジまで 128km、ヘトーラまで 78km、ゴルカまで 67km という近さは地理的重要性を示している。道路事情の良さに加えて、バラトップルからは空路、カトマンズとポカラに毎日定期便が飛んでいる。 ショッピング地域はほとんど旧、ナライアンガートにある。一方、館長や大病院、大学はバラトップルの方にある。BB コイララ記念が病院もここにある。バラトップルの経済は、伝統的に農業に基礎を置いてきた。農地は、次第に工業地帯や住宅地に変わっていった。バラトップルの主要産業は小規模な加工業である。 多数の軽肉加工工場が市内で発展した。全国の需要の60%を賄っていると言われている。さらに、かなりの量の軽肉は輸出されている。その他、キノコ、蜂蜜、草花の栽培、サービス産業が盛んである。首都ン軍は食料供給地帯とみなされ、バラトップルで加工され、カトマンズ、ポカラその他の大都市に供給される。一方、 コカ・コーラやサン・ミゲルなどの多国籍企業も市内に拠点を置いている。多くのビジネスがこの街を拠点にしている。中央にあるという位置とバラトップルの十字路が下ろし小売りの商業機能を高めている。ありがとうございます。